前にしまいましたが、300勝おめでとうございます。ありがとうございます。この300という数字、ご自身ではどのように受け止めていらっしゃいますか？いや、まあ、ちょっと時間はかかりすぎたのかなって思います。デビューしておよそ6年ということになりますが、この6年間振り返っていかがですか？デビューした時よりは、ね、多少うまくはなったと思うんですけど、やっぱまだまだ未熟なんで、まあ、もっと頑張っていきたいです。この300勝を達成した準グレード号は、お父様の播田隆調教師の管理はということですが、この巡り合わせ、ご自身ではどのようにかを感じるとかありましたか？そうですね、今までなんか100勝、200勝って区切りのところ、チャンスはあったんですけど、お父さんのところでなかなかそのチャンスもものにできなかったんで、今回300勝をお父さんのところでできて嬉しいです。先ほど少し甘くなっているんじゃないかなと申し上げましたが、船橋競馬リーディングで言いますと、さかのぼって10位、8位、6位、そして昨年4位と来ております。この車はベスト3狙ってみてはいかがでしょうか？まあ、順位とかはあんまり気にしないんですけど、まあ、その場その場いつも頑張ろうっていう気持ちでは思ってます。この先目標にしていることはありますか？いや、まあ、本当にまだ重賞とか参戦することも少ないんですけど、やっぱ重賞は勝ちたいですね。それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。今日は僕のために、僕のためではないか、この後は2500勝とかね、控えてる人もいるんで前座なんですけど、まあ、本当に集まっていただいてありがとうございます。ありがとうございました。